Thank you.
て、風見通りをやって、今の曲が恋水という曲でした。紙にも書いてたんですけど、8年ぐらいやってまして、気がつけば、こんなことをずっとやっております。神戸出身の、デバペベっていうグループ、アコースティックギターだけを弾いて、こんな感じの、こんな感じって言ったらあれなんですけど、のコピーをずっとやらせていただいております。はい、いろいろあって、最近はあまり熊本舞台に出てません。今年は、タジャミドームの、春のフリーマーケットの時に出たのと、あと、テトテトマーケットに出させていただいたのと、今月か、平賀地区の三方の文化祭、これも毎年恒例で呼んでいただけて、昨日は地元の伊佐地区の文化祭、これも毎年、出演者がだんだん減っているということで、ご家老主で出させていただいているような形で出ています。で、昨日、今日、めちゃんなんで、ちょっと指が痛いです。多分動かないなと思います。はい、頑張ります。温かい声援ありがとうございます。お食事もしてくださいね。じゃあ、ちょっと時間を守らないので。来月は
ございました。